皆さんこんにちは。こんにちは。茨城大学の工学部で研究をしている鈴木武人という人が言います。今日は研究室の大学院生のお兄さんとか大学生のお兄さんと、研究っていうのはちょっと難しい話になっちゃいますので、少し難しい話を簡単に実験をして科学の楽しさを味わってもらえたらいいかなと思っています。今日楽しみにしてた人どのくらいいますか？実は僕たちすごく緊張してます。テレビも今日実は撮影に入っている。新聞も来てくれています。なのでせっかく皆さんと一緒にやるので仲良く楽しくやりたいなと。まずは今日皆さんの班をお世話してくれる大学生のお兄さん、大学院生のお兄さんの自己紹介をしていきたいと思います。で、いろいろ難しい話も少し後でしたいなと思うんですが、せっかくなので、先生とか何々さんとかだとどうしても固くなってしまいますので、今日はみんなの仲間、友達として実験をして科学の楽しさを知ってもらいたいと思います。はい、ということでいきましょうか。ここからは実はちょっと雰囲気を変えて楽しい感じでいきたいと思います。で、皆さんに一つだけお願いがあります。これから説明をしてくれたりとか、あとは自己紹介をしてくれたりするときに、お兄さんが前に来るんですが、お兄さんたち僕も含めてすごい緊張しているので、呼び出しコールというものを使ってみんなで元気よく呼び出していきたいと思います。まずは僕が構えてって言ったら手をこうやってください。その後に僕の名前はタケです。今日はずっとタケって給食の時間まで呼んでください。僕を呼び出す時には構えて、せーの、タケタケ、レッツゴー。これでお兄さんは出てきてくれます。でも今みたいに6年生のお姉さんとか5年生のお兄さんとかが恥ずかしがってたら、僕らはもっと緊張して出てきてくれません。もっともっと大きな声で呼び出したいと思います。まずは A 班のチャンさんを呼び出したいと思います。チャンさんは今日朝からお腹ペコペコですごく緊張しています。皆さんと給食を食べられることをすごく楽しみにしています。なので大きな大きな声で呼び出さないとなかなか出てきてくれません。ちなみに大学生と大学院生のお兄さんも大きな声でいきましょう。ではチャンさんを呼び出したいと思います。構えて、せーの、チャンさん、チャンさん、レッツゴー。ちょっと待ってください。まだ声が違う。チャンさんはもっともっと大きな声じゃないと出てきてくれません。ちょっと今半分立ってくれて、もっともっと大きな声でいきます。それではいきましょう。構えて、せーの、チャンさん、チャンさん、レッツゴー。おーチャンです。今日はみんなと一緒に楽しく実験をやりたいと思います。噛んじゃいましたね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。手を挙げてください。エラはチャンさんと覚えてくれた。はい、タケが今日実験を担当した。じゃあ次 B 班の人手を挙げてください。はい、 B 班は2人います。ちょっと僕今抜けちゃって2人を呼び出したいと思います。 B 班を担当してくれているのは雄大とタッちゃんです。雄大とタッちゃんをもっともっと大きな声で呼び出しましょう。構えて、せーの、雄大、たっちゃん、雄大、たっちゃん、レッツゴー。おー
今日は楽しく分かりやすくみんなに実験をしてもらいたいと思います。よろしくお願いします。たっちゃんです。お願いします。雄大って今日は呼んでください。今日はあの面白い実験いっぱい準備してきたのでみんな楽しんでください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ次 C 班に行きましょう。 C 班を担当してくれるのは勇気と刺激です。勇気と刺激は今日ジャケットを羽織ってすごく決めてきてくれる。なのでもっともっと大きな声で呼び出さないとなかなか立ち上がってくれません。師範の皆さん大きな声で呼び出しましょう。じゃあ行きましょう。構えて勇気刺激勇気刺激レッツゴー。おー刺激です。なんか分かんないこととかあったら何でも聞いてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆうきです。今日は皆さんと実験できることを楽しみに来ました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ最後の班に行きたいと思います。最後の班は大当たりです。最後の班の大当は今日の全員のメンバーの中でも一二を争うぐらい面白いという噂の演技さん。名前は親方と棟梁と言います。なので親方と棟梁はそんじゃそこらの小さな声では絶対に出てきてくれません。今までで一番一番大きな声で A 班、B 班、C 班、D 班を合わせて呼び出しましょう。構えてせーの、親方棟梁親方棟梁レッツゴー。あれあれあれ、親方と棟梁は全然声が小さくてまだ立ち上がってくれません。今までで一番一番大きな声です。そしてぜひ周りで見てくださっている大人の方も校長先生も教頭先生もぜひ一緒にお願いします。一番恥ずかしいのは今ここで動画を撮られている僕です。なので一番一番大きな声で親方と棟梁を呼び出しましょう。構えてせーの、親方棟梁親方棟梁レッツゴー。おー皆さんこんにちは。こんにちはこんにちはこんにちは。僕は親方と言います。今日はみんな元気いっぱい頑張りましょう。おーおーよろしくお願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。先ほどの、親方と同じく、名前を棟梁って呼んでください。今日は皆さんと楽しく、実験を和気あいあいとやっていければいいなと思ってますので、楽しくやっていきましょう。頑張るぞー。おー今 A 班、B 班、C 班、D 班ちゃんといろいろ相談に乗ってくれるお兄さんの名前を覚えましたか？今日は実は少しだけ危ない実験をやったりもします。なので絶対にお兄さんがダメだよと言ったこととか危険だよって言ったこと、それは絶対にやめるようにしてください。それは皆さんの安全を守るためなので必ず各班のお兄さんの言うことを聞くようにしてください。では最後に今日の司会をやってくれるお兄さんを呼び出したいと思います。司会をやってくれるお兄さんは皆さんに会うためにもう半年以上前から準備をしてくれました。なので一番一番大きな声で親方と棟梁に負けないぐらいの
大きな声で呼び出しましょう。名前はのぞのぞと言います。, 笑っちゃいます。もっともっと大きな声で行きましょう。じゃあ行きましょうか。構えて。せーの。のぞのぞ。のぞのぞ。レッツゴー。おお。皆さんこんにちは。のぞのぞと言います。今日はみんなのためにいっぱい面白い実験の準備をしてきました。今日はいっぱい楽しい実験をしてみんなの思い出に残るといいなと思っています。よろしくお願いします。じゃあ早速実験をしたいと思います。実は今日はラジオの電波を捕まえろワクワクアンテナ実験というふうにタイトルをつけました。ただ一番最初に一番危険な実験をします。みんなの周りで電波が使われているところって知ってるかな？電波、そう、テレビ、他にはあるかな？ストーブ、電波は使われている。携帯、そう、実はそう、レンジも使われてます。今日は実はみんなの身の回りにはたくさん電波を使った機械っていうのがあるんだ。その中で電子レンジを使って少し実験をします。じゃあみんなこの柱のここまで集まってもらえるかな。電子レンジの中が見える場所に座ってもらえるかな。少し見えれば見えるかな。見えない子いますか？大丈夫かな。じゃあまずはこのコップの中に入っているスチームプールと呼ばれるものを電子レンジで温めてみます。じゃあボタン押してみるね。どうなると思う？どうなった？電子レンジは電波を使っているから、このように金属を入れると火花を散らしてしまうことがあるんだ。電子レンジっていうのは本来どういうふうな使われ方をするかは知っているかな？何を温めるんだろう？冷たいものを温める。じゃあどんな冷たいものでも温まるのかな？油と水、2つを用意しました。どっちが温まると思う？油みんないろいろ予想があると思うけど、実際実験して確認してみよう。どっちかがすごく熱くなるから。どちらかがあったかくなるんだけど、触ってみたい人いるかな？あ、タケとちゃんが、ちゃんがすごく手を挙げている。じゃあちゃんに、お、どうぞ。いいなぁ。分かんない。
結構だと少しわからないかもしれないので、攻めで挟まって攻め保険、攻め保険、攻め保険、攻め保険どっちが暖かいかな。電子レンジは実は、はい、あ、触ってみる。あとでまたやろうね。電子レンジで使っている電波っていうのは実は油よりも水の方が温まりやすいんだ。それはなんでかっていうと、電子レンジで使われている電波は水の方がよく吸収します。電波から受け取ったエネルギーが熱に変わることで水が温まったんです。ただ油はその電波の吸収が少し悪いので水よりは暖かくならない。じゃあ予想当たっていた子はどれだけいるかな。タケはもちろん。嘘ついてる。実は水の方が温まるんだ。最後にとても危険な実験を行います。LED よく知ってますね。電球を電子レンジで温めています。実は怖いんだっけ。危ない実験なので絶対にお世話やらないようにしてください。ちょっとびっくりするかもしれないから心の準備を。ねえ、危ないよ。これ入ってる。あ、電気がついた。電気がついた。あ、カラフル色になった。電気が。あれ？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 おかしいな。あれ？実はバレないんだ。思うかもしれないので、もう一個あるので、もう一回やってみよう。色が変わってる。変わってない。変わってない。スランダイポしてる。じゃあもう一回押すね。電波を捕まえる実験は僕じゃなくて別のお兄さんに担当してもらいます。じゃあ、じゃあみんな覚えてるかな。お兄さんを呼び出すときにはどうやって呼び出したっけ。あ、いいね。次はタッちゃんを呼び出します。タッちゃん誰か覚えてるかな。タッちゃん誰だっけ。タッちゃんの班の人、はい、あ、覚えてる。次アンテナの実験はタッちゃんが分かりやすく説明してくれます。そしたらタッちゃんを呼び出しましょう。構えて、せーの、タッちゃん、タッちゃん、レッツゴー。おーじゃあ僕が説明します。じゃあみんな席に戻ってください。はい、じゃあみんな
まあ、さっきちょっと話があったんだけど、電波っていうのはラジオとかテレビに使われてるよね。で、まあ、実は電波っていうのは情報を運んでます。で、今から、まあ、実際にこうやってラジオを作って電波から情報を受け取ってみようっていう実験をやりたいと思います。で、まあ、簡単に説明すると、このコイルっていうものを電波が貫いたときにラジオから音が鳴ります。まあ、この人の声の電気信号をこの傘の中に入っている電気回路を使って取り出してあげようっていう実験を今からやります。で、実際にこれから傘を作ってもらいたいと思います。じゃあ実際に今みんなの前にある傘で作ってみましょう。はい、押してみよう。みんな開けましょう。お姉ちゃんに言ったら分かるよ。姉ちゃん、俺すんの。どうせ泣きたい人、それを。ちょっと怖い。泣きたい人、最初はやっぱり。ってことしてもらえるじゃん。できたところはできたって言ってください。次の工程に入ってもらいます。次はじゃあ傘の棒に、真ん中の棒にポリ袋を巻いてください。ポリ袋は多分袋の中のクリアファイル、袋の中を見てみましょう。クリアファイルに入ってます。B 班と D 班のみんなこっち向いてもらっていいかな。 B 班のみんなもいいかな。じゃあ次はポリ袋を巻けたところは、次はアルミホイルをポリ袋の上に巻いてもらいます。アルミホイル、お、これか、それだ。ポリ袋の上からぐるぐる巻いてもらいます、はい。ちょうどね、そうだな、そうだな、まあ、親方の一つ信条とかで、うまい、いいね、いいね、いいね。導線がまだ、ゴムがついたままだと思うので、お兄さんに取ってもらってください。みんな家で大丈夫？家で大丈夫？怖い。あ、一回来ました。よし、いいね、いいね、いいね。よし、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 それで大丈夫です。食べる目線、ダイオードって部品を取り付けてもらいます。でもこの作業難しいので、お兄さんにやってもらってください。で、その取り付けた部品をセロハンテープで傘の棒にまた貼ってください。はい、お願いします。じゃあ、ここは棟梁に決めてもらおうか。棟梁、よろしくお願いします。任せてください。えらいね、えらいね。優秀ですね。早いですね。太陽度の方じゃなくて、あれすごく深さが強い。早いだった。じゃあ、消えちゃった。あ、入った入った入った。それなら反対にしてみれば。すごいよく聞こえるね。すごいね。よかったですね。すごいねこれ。どれ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 。これは。大抵こう。反対の国道6号の下りは石川県の大陽町です。ごめんごめん。チャンスさんのおかげだね。チャンスさんのおかげだね。ちゃんとしてくれた。ちゃんとやってくれたからね。そうなんだね。どうしよう、このまま。すごいじゃん、バッチリじゃん。そこで金属触ると届かなくなっちゃう。なんかいろんな場所探してみて。巻き込めなくなった。ここだ、ここ。この反対にしてみる。じゃあ反対にしてみる。先生、なんでこの角度が聞こえるんですか？
電磁波つらくない？あ、パラボラアンテナの原理。嘘。めっちゃ知ってる。好きなのでこういうの。あ、そうだ。本当はね、なんかね、つらめく感じでやってる。あれ、なんか。え、なに？逆さにした方が聞こえるの？空にいるし、わかんない、ね、宇宙にいるんじゃない？あんま変わってないあんま変わってない気がする。え、なんか少し雑音が。ダメだ、やっぱりこの方がいい。上するとどう？エハのみんなのよく聞こえるから。少しこっちでいい。あ、そこだんだん大きくなってきた。大きな音鳴ってるから聞いてみよう。ここだ。わ、すごい。一見のデモならマイル運搬グループ。すごい。すごい。聞こえる。イエーイ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 。あ、雨も。聞こえてますか？聞こえた？はい、聞きました。よかったね。はい。え、どれどれ、聞かして聞かして。あ、じゃあ、じゃあ、じゃあ。え、どこスピーカー？これ結構近づかないと聞こえるじゃん。すごいすごい。いい仕事するね。この張り方がいいんじゃない？あ、そうですね。綺麗に負けてるから。うん、頑張った。すごい。お兄さんが一番びっくりした。どれどれ、すごいすごい。木村修香さんのお送りする予定です。すごいね。すごいね。ルイ君ナイス。ルイ君ナイス。ルイ君の通りです。ルイ君の通りです。すごい聞こえるね。いや、音聞こえた時感動したね。はい、感動しました。感動したよね。はい、やっぱ巻き方が良かったんだよ。巻き方が。あと、あのセロテープの貼り方も良かったんじゃない？丁寧にされたから。うん、頑張りました。ポリ袋巻いた。なおちゃんだもんね。ポリ袋ね。みんなのドラムでね、いい音がキャッチできてよかった。で、太郎さん聞いてみたら、来年夏休みに自由研究で作ってみたいと思うんですけど、どうやってやったらいいですかねって。あ、作る。自由研究で。いつ言ったっけ。いつ言ったっけ。じゃあ、やれたら、うん、道具を集めて。うん、道具ね、道具がなかなか難しいですよ。道具ね、これあげる。え？あ、ダメ。あげても大丈夫ですよ。あげる。やったー。聞こえた人。おーい。おーい。大きい聞こえたよね。大きく聞こえてたよね。聞こえたね。リハも大きかったよね。大きかったね。大きかったね。リハも大きかったね。いや、本当にもう。みんな聞こえましたか？はい。そしたら最後の実験に移りたいと思います。給食前最後の実験は、もう一回のぞのぞが説明をしてくれます。みんなのぞのぞも覚えたか？どの人が？あ、どこ？あ、いたいたいた。そしたらのぞのぞを呼び出しましょう。構えて。せーの。のぞのぞ。のぞのぞ。レッツゴー。おお。みんなラジオはよく聞こえたかな？はい。はい。はい。あ、なに？お知らせがあります。今日作ってくれた傘ラジオをみんなにプレゼントします。あれ、リアクションじゃあ、これみんなもラジオ聴けるようになったね。というわけで、じゃあ最後の実験、電波を実際に操ってみましょう。電波を送ったり受け取ったりするには、さっき作ってもらったようなアンテナっていうものが必要なんだ。一般的なアンテナとしてダイポールアンテナっていうものや、これ聞いたことあるかな、お家の屋根の上にあるアンテナ、テレビを見るためのアンテナだね。あるよ。
ったり受け取ったりしてるんだ。じゃあ今日は実は僕たちがダイポールアンテナを作ってきました。でダイポールアンテナを受け取るための電気回路を今度は作ってもらいます。紙袋の中にまだ電子部品が入っているんだ。取り出してこの回路を組み立ててみましょう。みんなで真似して作ってみよう。じゃあまあ部品全部開けてもらえればいいかな。大丈夫。で次にこの抵抗を挟んでもらいます。じゃあ棟梁アンテナを持ってきてください。 OK 流してください。アンテナアンテナからプレゼント持ってきてる。すごいでしょ。さっき言ってたダイポールアンテナっていうのが、まあ、これ一番基本的なアンテナになってます。でここが危ないのでみんな気をつけて使うときにはね、はい、ください。でこれ何かの形に似てない？ここだけ見たら。お、チャクマン。そう、これチャックマンアンテナって、まあ、僕たちは言ってるんだけど、ここからここに向かってこれをカチャカチャすることによって、そう、これはね、ちょっとここはあの触んないでね。カチッてやってここにちょっと電流が流れるので、ここは絶対触らないようにしてください。 OK。 であとここも気をつけるの、ここで相手 あの誰かのことを叩いたりしたら危ないので、それは絶対ダメ、やめましょう。であとここは触らない。でこれでやってもらおう、やってもらおう、やってもらおう、やってもらおう。やりたい人静かだな、元気がならないな。やりたい人やってみよう。元気がないから。じゃあカチッてこのコップに向かってスイッチを押してみましょう。めっちゃいけ。そうそうそう、いけ。あ、ちょっと待ってね。おおおせーの、おおついた。もう一回、おお、ついた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 。そう、不思議でしょ。離れてんだよこれ電波。もう少し離れてみる。もうちょっと離れてみよう。もうちょっと離れて狙ってみよう。おお、おお、どこまでいけるか、どこまでいけるか。ゼクさんが飛んじゃう。空気をつけて後ろ。ゼクさんが飛んでしまった。おお、すごいすごいすごい。違う人がなる。おお、すごい。そうか、触ったんだな。あ、ちょっとアンテナが曲がってるから。ここだ。まだ。おお。おお、ついたついたついた。まだいける、まだいけるよ。なんかレイが狙ってるみたい。レイ行け。おお、すごいすごい。